日本北海道釧路総合振興局釧路総合振興局は北海道の総合振興局の一つ。振興局所在地は釧路市。2010年4月1日、釧路市長に代わって発足した。従来の釧路市長と同一であるが、条例により広域で所管することが望ましい業務に関しては、隣接する根室振興局管内においても事務に当たることができるものとされている。 14市長を旧総合振興局、5振興局へ再編する北海道総合振興局設置条例では、同等総合振興局の名称で根室市長より改組される根室振興局を下部組織として設置する予定であったが、格下げに対する反発が生じたことから2009年3月に条例を改正。名称を市長と同じ釧路総合振興局とし、 根室振興局については総合振興局と同等の地位とされた。以下は、串路市を中心市とする都市雇用圏の変遷である。一般的な都市圏の定義については、都市圏を参照のこと。串路総合振興局の自治体1、7、10、釧路市、2、串路町、3、厚岸町、4、浜中町、5、渋茶町、6、手鹿賀町、8、鶴井村、 旧知らぬ課長。ありがとうございます。